こんにちは、モミーです。日本と東南アジアを2拠点生活しています。今ベトナムダナンにいます。昨日にタイハノイからベトナムダナンに移動しまして、今日からダナン沈没生活を始めます。で、昨日夜にですね、ダナンに到着して、でホテルで一泊して、今ですね、朝朝食食べに近くのカフェに、向かっているところです。次回の動画でホテルレビューって言うたやんで、声あると思うんですけど、レビューはですね、ホテルチェックアウトしてからですね、動画作ろうと思います。カフェに行く前に、近くにスーパーあるんで、そこでですね、歯磨き粉を買おうかなと思って、今スーパー向かってます。スーパーというかコンビニというかミニマートというお店に来ています。ミニマートの中に入ります。朝早いんで、あんまりというか全然客いないんですけども、お店もですね、そんなに広くはなくて、コンビニよりかはでかいけど、まあスーパーマーケットに比べたら小さいかな、それぐらいの規模です。まあ旅行者がちょっと何か欲しいなと言った時に、まあ大抵売ってるかなというぐらいですね。で、僕は歯磨き粉が欲しいんで、どこかなと探します。この辺りはシャンプーとかですね、上がりましたと。コルゲートという歯磨き粉、いろいろ種類売ってました。値段は2万ドンとか、もうちょっと高いやつだと4万ドンとかあるんですけども、いろいろ種類あって、2万3000ドンのビタミン C が入ってるというやつを買いました。そこからすぐ近くにあるカフェに向かって歩いてます。安いホテルに泊まってて朝食はついてないんで、朝何か食べようかなと思って、カフェに向かってると、そんなところです。あ、着きました。アカシアカフェというところです。 Google の口コミ評価が 5.0 というですね、高評価のカフェです。泊まってるホテルの近くに、なんかいいカフェないかなと調べたら、いいところを見つけたんで、来ています。ホテルから50メートルもないです。では中に入ります。はい、グッモーニング。 OK、 ビデオ。注文して、2階で待ってます。2階の方がですね、他に客はいないんで、落ち着いていいかなと思ってます。来ました。クロワッサン35,000ドン、ココナッツムース35,000ドン、でホワイトコーヒー35,000ドンです。ホワイトコーヒーです。ベトナミーズホワイトコーヒーって言いまして、コーヒーにですね、コンデンスミルクが入った甘いコーヒーなんですけども、ここのホワイトコーヒーはそんなに甘すぎず、僕にはちょうど良かったかなと、美味しかったです。コーヒーの苦味もあって良かったなと。これはですね、クロワッサンについてた、なんていうんですかね、ムース
なんか生クリームのようなやつです。バター風味というかよくわかんないですけども、まあ美味しかったです。口入れたらですね、すぐに溶けます。で、このクロワッサンをそのクリームにつけて食べると。クロワッサンね、柔らかい生地で、で外はサクサクで、でこれをつけると美味しく食べられると。いや、かなり良かったですこれ。こういうクロワッサンの食べ方初めてなんですけど、でこれいいですね。まあクロワッサンで35,000ドンということでちょっと高いんですけど、これはなかなか価値あったなという感じですね。で続いて、ケーキを食べます。ココナッツムースというケーキです。ココナッツのこれ何ですか、パウダーみたいな、はい、間にですね、スポンジの間にココナッツのクリームが入ってると。これも美味しかったです。で、このココナッツのケーキもですね、クロワッサンと同じ35,000ドン、日本円で、205円なんでですね、これは安くて、美味しくて良かったなと。コスパ最高のケーキです。で、サービスでお茶がついてました。何のお茶なんかなと、よくわかんないですけど、まあ美味しかったです。Google の口コミ 5.0 に納得ですね。はい、なかなかいいカフェでした。飲み物はいろいろ種類あるんですけども、食べるものはそんなにないなと。さっきのですね、クロワッサンとケーキで、ケーキがですね3種類あって、あとクッキーがありますね。で、Wi-Fi ももちろん使えてですね、こんな感じになってます。ダウンロードが 55.2Mbps で、アップロードが 54.5Mbps ということで、全く問題なくインターネットが使えます。このカフェの場所はこの動画の概要欄に貼ってます。あと他にもですね、カフェいろいろ行ってますんで、それをブログ記事に書いてます。そのブログ記事の URL も動画の概要欄に貼ってあるんで、よかったら見てください。最後に料金もう一回お見せすると、こうなりました。ベトナミーズホワイトコーヒー35,000ドン、クロワッサン35,000ドン、ココナッツムース35,000ドン、合計105,000ドンでした。レシートもらってないんでちょっと忘れたんですけども、多分税込み価格だったと思います。で、ここで支払い済ましたらベトナムドンがなくなってしまいました。なので次はお金を下ろしに行ってきます。